高速バス運転手の末路。田中様。俺は辻、高速バスの運転手だ。今日は東京から大阪までの片道400キロを夜通し走る。今のところ渋滞情報は特になしか。それじゃあ、高速バスがやたらとパーキングエリアに寄るのには理由がある。それは仮に渋滞などが起こったとしても時間通りに到着できるように、もともとかなり運行スケジュールに余裕を持たせているからなんだ。辻さん、お疲れ様。ここからは僕が運転しますので。高速バスは基本的に2人1組で運行し、バスの中にある仮眠室を使って2時間おきに交代する。よし、休憩終了。スケジュールに余裕を持たせることも、2人1組の交代制も安全のため。それは過去の悲惨な事故からバス業界が学んできたことでもあるの。パーキングエリア2回止まったんですか？全然気づかなかったですよ。バス運転手の腕の見せ所はいかに揺れを抑えて快適に運行できるかどうかだ。そして密かな楽しみは自分なりの絶景ポイントを見つけること。でも本当のやりがいはやっぱり快適だったよ。ありがとう。お客様からの感謝、これはどんな仕事でも変わらない。